っしゃい。どうですか、私も頑張りましたよ。今回レベル80するの。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。よくできました。キララファンタジア始めていきましょう。本日はですね、収集クエストです。なんだろうこれ。こういうのがあるんだ。ゆい。コミカードを消費しないといけないわけか。ってことはもう好きなネタをやった方がいいな。まあ、なるべく受けた方がいいのは確かですけどね。やっぱりニューゲームのキャラ好きなんで、ニューゲーム受けよう。2位のクエスト50個クリア。十分可能でしょう。最後まで行ってほしかった。まあ受注です。ひふみも行きます。なんか選択中ロック中ロック中ってことで、なるほど、ひふみバージョンが複数あるからか。蒸気のアイテムをループショップに追加って、そういうことか。あまり部屋をなんとかしようとは思わないんだけどな。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。コンも入れてますよね。はい。と言っても別にポスターいるわけじゃないかな。石が欲しいだけ、石がね。クエスト行きましょう。あれが例えばこの場合だったら、その担当のコンテンツ作品の進化ができるとかだ、進化とか限定解除ができるんだったらありだけどね。西美香と民です。よさこい部に入ってるの。一緒に踊ってみる。メインです。お姉ちゃんズイレブン、収集クエストもう5日しかないんだ。こいつなの早くやらないとね。本当はクレアの方が姉なのよ。どうしよう。まあ前編やるか。そんなに長くならない方がいいと思うんで。何のメンツです。まあこれならコルクが
出ても通用するだろう。今21人ですね。クルクを前に出して、で、水属性ですよね。当然水属性の中で誰でもいいかとりあえず指名して、誰でもいいかボーナスがある人を指名する。これで物がもらえます。多分これ死んじゃうよな相手。全部全体なのか。何するんですか。手加減しませんよ。これいまいちなんだ相手。まずには皆さんのやる気をアップします。さあまだ知能が動けてない。それがいいんですね。知能は時間はかけたくありません。さあここでスキル全使用です。うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。今一度倒しちゃう。強い。平気です。ズミア。さあどうするか。外周一色。結局倒しちゃうしね、やっぱりね。当然の結果。何スキルがいいか、武器スキルがいいか。花束みたいなのがあった。本当はクリアの方が姉なのよ。そうなんだ。中級、同じ構成で。ってことはアズニャマの方がもしかしたら取りこぼす可能性はあるってことか。別の人を選びましょう。みんな魅力的だな。ゆい、そろそろ行きますよ。皆さん準備はいいですか。平気です。それ食らえです。ゆい、皆さんのやる気をアップします。どうだ。強い。変しないと。うまくいくといいんだけど。これ全然。チノの出番がない。やりました。二人でクリアしちゃってるよ。チノ不憫すぎ。おっと、初めてです。クリエイクラフト、コンテンツルームにてクリエイクラフトを受注できるようになりました。初めてですね、クリエイクラフト発生は。一応よく間違われるけど本当はクリアの方が姉なのよ。上級、ちょっと知能かわいそすぎるだろう。二人が、アズニャンとコルクが無双しすぎるよね。あ、そうなんだ。じゃあ一人武器のレベル落とすしかないです。
は行ってまいります。お、ここで初めてスピードが遅いんだ、あのチノは。みんなの力になれますように。これすると絶対倒すしな。健康一滴。あ、倒せない。痛い。チャンス。手加減しませんよ。発言がとどめを刺す。これ、ここ置きなく使える。これ以上、やられないために必殺の一撃。うまくいくといいんだけど。食らえです。ハズニャンの強さが目立ちます。当然とコルクが気になりますね。いやー、倒しきれない。何するんですか。これで攻撃は最大の防御。55残った。いきましょう。見せてやるです。いきます。アジニアの足ぐらい20ですね。とエースです、アズニア。よく間違われるけど、本当はクリアの方が姉なのよ。さあ、超級ですね。最後の超級、このままでいきましょう。属性が合ってないのに強すぎるな。アズニアのところこう。次のやっぱりステージに行く必要があるんじゃないかなってことは。超級とか。出発。もっと強くしないといけないですからね。こういうの苦手なんだけど。中途半端に強いんで。みんなの力になれますように。外周一色。特大でも倒せないのか。手加減しませんよ。88残った。一応倒しておきましょう。サポートします。お、アズニアやばい。回復回復。キャピってやばいな。やばい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 。攻撃は最大の防御。倒してしまってよかったのか。これ倒さないとあれに残る可能性があるんだ。あー、ピンチピンチピンチ。とっておきだ。ここは思いっきり行くからね。あ、あのね、私なるほど。それでしてるの。カサハリ技術には注目していたのよ。経験は無駄じゃなかったんだね。はい。みんなごめん。とりあえず倒せる人を倒しとこう。ま、水を減らしとこう。強い。もう使いたいかな。皆さんのやる気をアップします。それお、これは助かりますよね。本気の力見せてやるです。いきます。倒したね。
これで一旦今日はなんだかいいことがありそうね。収集クエストで、完成ですね。気になったのが、ありがとうございます。すっごく助かりました。黄色モザイクのコンテンツルームなんですよね。クエストは解放されたってなるけど、え、結構時間かかる。なんか物語読み込んでる。これかクリエイク。なんか異常に時間かかってます。カーゴだな。お、さらにできるんだ、コンテンツルームの中に。金色モザイクのオープン。獲得アイテムあります。もうなんかクラフトクエストなんつうのが突然突如としてきたよ。まあ、今回これが目的じゃないんで、いずれチャンスがあったらやりましょう。何があるのかワクワクするね。収集クエストの気が済むまで付き合ってあげる。上級最後です。あ、でもちょっとこれ死にやすいな。最後ですね。次バージョンもユイです。ボーナスかなりもらえるはず。倒せますね。必殺の一撃。攻撃力がダウンするとこはいいですよね。手加減しませんよ。皆さんのやる気をアップします。何するんですか。わ、やばい、回復できないんだ。回復する人がいない。やられる前にやっちゃう。必殺の一撃。カズには動けない。勇気を出してやってみるね。必殺の一撃。まあでもクリアしてるからまあいいか。大丈夫？ちょっと待ってね。とりあえず温水増やしとこう。
を知り己を知れば百戦危うからず。アフタヌーンティー了解した。まずは在庫を取り寄せ、必要なものは内緒とティーセット、茶葉とケーキスタンドティー、お菓子とケーキ準備、あとで提供するだけ。どうだ、結構ダメージ与えた。オッケー、回復しました。みんなのおかげ。VTuber 候補生多いですね。よく間違われるけど、本当はクレアの方が姉なのよ。すみません、助かっちゃったね。アマオさんの気持ちにならないなんてね。あの贈り物、お姉ちゃんズイレブンのクエスト10回クリア。トレード屋さん行ってみようか。